どうもこんにちは、しんぎくんです。今回はね、調理理論の第2回となりまして、美味しさを引き出す温度と時間についてご紹介していきます。まずはね、昆布だしの取り方から紹介していきたいと思います。昆布のね、旨味成分が最も溶け出す温度は60度という形になってます。その状態を維持してもらって40分間加熱してあげると、最大限旨味を引き出すことができますね。あまりね、加熱の温度を上げてしまいますと、ぬめりだったりえぐみ出てしまいますので、このくらいの温度が適正温度って形になってます。これ以上のね、時間加熱してもそれ以上ね、旨味成分あまり変わってこないので、だいたい40分程度見てもらえるといいかなと思います。続いてはね、かつおだしの取り方っていう形になりますね。こちらは85度が適正温度って形になってます。沸騰した状態でね、火を止めてもらったところにかつお節入れてもらえると、ちょうど今かつお節も入ってね、温度が少し下がるので、このくらいでね、ちょうどいいかなと思います。それでね、2分ほど放置してもらってこしてあげれるといいですかね。まあ少しつけっぱなしにしといてもらっても一応大丈夫ではありますね。続いてはね、ご飯を食べる時の適正温度って形になりますね。ご飯はだいたい50度前後が適正温度になってます。すごいね、炊きたてのこう湯気が立ってるようなね、熱々の状態よりも少し落ち着かせてあげたぐらいが、甘みだったり旨味をね、よく感じられる温度帯って形になってます。続いてはね、麺を茹でる時の適正温度って形になりますね。まあ、パスタが90度から95度程度で、中華麺、そば、うどんについては98度って形になってますね。まあ、そばやったりうどんだったり中華麺の方が比較的高い温度で入れていくような形にはなってます。なんで結構しっかりと沸騰させながら茹でる感じですね。パスタはね、あんまり温度高すぎると表面少し傷ついてしまってね、澱粉質とかこの旨味抜け出してしまうので、まあ、ちょっと軽く揺れるぐらいの温度帯で揺れてあげれるといいかなと思います。続いてはね、緑茶を入れるお湯の温度についてご紹介をしていきます。一般的な緑茶、煎茶っていうものですね。これはね、80度以上になってしまうと結構ね、渋みが強く出てしまいます。なので、まあある程度あったかく飲みつつ、まあ、渋みを出さないっていう形にしようと思ったら、70度から80度ぐらいで出してあげるのが最高ですね。極露っていうね、ちょっと濃厚なものの場合はね、50から60度ぐらいで出してあげれるといいかなと思います。最後にね、紅茶を入れる際のお湯の適正温度についてもご紹介をしておきます。紅茶に関しては、まあ、乾燥させた茶葉って感じになっているんですけど、ここからね、しっかり香りとか渋みを引き出すためには結構高い温度のお湯が必要って形になってます。極力ね、しっかりと沸騰させてもらって、それをすぐにね、紅茶のね、茶葉の方に加えてもらって、あとは蓋した状態でちょっと熱をね、少し困らせてあげて蒸らしてあげると、中でね、しっかりと香りが巡ってくれて、すごいね、美味しい紅茶を入れることができます。最後にまとめになりますね。まあ、料理のね、温度とか時間っていうものをね、使いこなしてあげて、料理上手を目指していきましょう。本日のね、動画はいかがだったでしょうか。まあ、質問だったりね、ご意見の方はコメント欄にお気軽に書いていただければと思います。よかったらね、チャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは皆さん、またね。バイバーイ。